何もしてないけど疲れた。疲れた。神宮寺どこ行った？旅に出てます、神宮寺は。なおくん、りえさん、こんばんざい、こんばんざい、ゆっくりどうぞ。神宮寺は旅に出てます、今。だからしおやめろっていいけど。やりたいだけだよね、このノリをね。リンさん2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ひろし、おはぐじ、ごゆっくりどうぞ。ノリダーさん、ノリダーさん、わかんないけど。2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。リンさん、コングージー、トン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 ですね。トン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 、日野の2トンってね。リクはパルタ君って呼んでくれるのにな。ご飯ちゃんしっかりしてるな。まあいいけど。いいんだよ、パルタ氏はパルタ氏でいいんです。セミタン、こんばんざい。おい、おい、こんばんざい。ごゆっくりどうぞ。ということで、皆さん、こんばんざい。足軽ジャパン、マザージャパンの広報生ユニット、足軽ジャパンの神奈川県伝道市見習い神宮寺リアイです。よろしくお願いします。わお。今日は襖見れない。ごめんね。今日は襖見れないな。明日かな、見れるとしたら。おばきゅうが来た。おばきゅう、お疲れ、お疲れやい。今日はお疲れてるのね。なんかね。まあ、そういう感じ。まあ、深いことは何も言いません。私は旅に出ます。旅に出たい。世界一周したい。とりあえず日本一周したいかも。とりあえず日本一周したい。まださ、行ったことないところ多すぎてさ、何も分かんないから、日本一周したい。え、リコの顔真似できる？無理。無理、無理です。嫌です。音もするから連れてって。嫌だ、嫌だ、嫌です。旅に出るそうなので、ちゃんとポキャンセルしときます。え、それは嫌だ。悲しい。え、旅に出てもさ、特報はできるよ。あと、リコのいいところってどこ、どこっすか？どこっすか？どこ？全部、全部だよ。お前雑かって話だけど、全部、全部いいとこですよ。私の持ってないものをリコちゃんは持ってるから、いいなって思ってる。止めません。帰ってくるまで待ちませんので。待たないの？泣くんだけど。夜中の1時ごろ大雨降るかも、だからすぐにお家に帰りなさい。帰らなきゃいけない？帰りたくないの？嘘、待ってる。やったね。うん、うん。ケーキ、こんちはす、こんちはす。ごゆっくりどうぞ。旅を邪魔したくないからさ。え、邪魔してもろて全然いいよ。ないものねだりで10人トイレなのだよ。そうね、確かにそれはそう。もう布団入ってるの？入ってない。あの、枕です。声こもって聞こえるのは枕です。全部リコに伝えつけ。教えしてないよ。押し増しはしたけど。でしょうね、でしょうね。次はさ、おし、こんばんざい。おい、おい、こんばんざい。ごゆっくりどうぞ。なら、オラを連れて行きなよ。連れてく？でも、すごいお金要求されそう。車ごと連れて行こうかな、そしたら。めいめいや
はあ。すごいね。25人もいるわ。でしょうね。だって、雑だなって。リコ面白いと可愛いもん。そうね。確かに。おもろいよね。わかる。わ かるよ。やばい。今日の神宮寺、本当になんか、やばいかも。今日の神宮寺、やばいかも。なんか、何も突っ込まないで終わる気がする。ずうずうしいな、ずうずうしいなって言われたんだけど、なんで？悲しい、ずうずうしいって言われた。ごめんって。びっくりしたいんですが、40分みたいなもんで、そう、40分まで、40分までしかやらない。メタモアソポチ、最悪。 最悪だ、メタモアされた。聞きつけたいんだけど、だから別にさ、そういうんじゃないよ。別に元気ないわけじゃない。世の中いろいろあるなーって思ってるだけ。世の中いろいろあるなーって。女の子ってめんどくさいなーって。自分もめんどくさいけど、ツッコミ待ち、ツッコミ待ち。お名前で？お名前突っ込もうかと思ったけど、突っ込むのやめちゃった。や、ナイトさん。や、ナイトさん。100回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。つまらない男。そんなことないよ。できるとしたら、隣に寄り添うことかな。はい、逮捕。そんなんで逮捕にはなんないよ。出禁にはなるかもしれないけど。今から4時間配信絶対にやらない。絶対にやらない。空からジェット機で突っ込みます。怖い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 よ、それは。それは怖いよ。あ、22時から5時までに、無理。無理だ。高すぎる。なんか105階の訪問らしいです。こんな来てるんだ。へえ、へえ。へえ。泣いてる。ハゲチ泣いてる。ごめんって。我が輩は、だってさ、めっちゃ名前 突っ込もうかと思ったけど、なんかどうやって突っ込んだらいいか分かんなかったからやめた。いや、かわいい、ありがとう。ありがとうね、ティンちゃん。ティンさん。ティンさんって言おうとしたら言えなかった。このバターかわいい、かわいい。かわいい、かわいいよ。かわいいよ、そのバター。できんやだわ、でしょ？ジャックさん、お疲れ、お疲れやい。ありがとうございます。すごいアバターだね、今日。バイクに乗ってる。わろたー。わろたーとか言って。本当に面白いって思ってるからね。なちか、ラジオかよ。ごめんね、ラジオで。ラジオでごわすだよ。気持ちが出たらとにかく好きなことしな。でも別に落ち込んでるわけじゃない。落ち込んでるわけじゃない。世間ってたくさんあるなーって思ってるだけ。落ち込める、つけ込む方がキュウリは美味しい。 だってキュウリに落ち込むとかなくない？ 嘘で、おりーちゃんらしくないから、今日は何でも言うこと聞いてあげる。やった。 嬉しい。やったね。 じゃあ、空から巨大イナゴで突っ込みます。辛いのよ、それは。やばすぎなのよ。神宮寺ってワザジャパンメンバーで誰推しなの？え、推しは作んないようにしてます。推しはね、グループ内で推しは作らないんだ、私は。作らないです。だからいません。
いつもこの時間に配信すること多い。どうだろう、この時間。でもね、ちょっと遅いかも。あと30分ぐらい遅いかも、いつも。今日はちょっとだけ早めかな。リガリコのお部屋を片付けるショールームイベやるって本当ですか？絶対にやらない。片付け嫌いだもん。片付け嫌いだもん。いやもうそれはバット入ってる。さすそんな夢ないって突っ込まれそう。そんな夢ないは言わないけど、おし、あの片付け嫌いだから嫌だ。今日は顔見れないからって言わないもん。愛おしい、言わなくていいよ。言ってほしいって言われたら別にいいやってなっちゃう。いやってなっちゃう。メイクの幅高っこいいね。かっこいいよね。わかる。なんかさんの家で何の数？何これ、何の数、何の数数えてほしい。何これ、なんて読むの。うじ、うじって読むこれ。お兄さん、おこんばんはに何かかき混ぜてるわにか。うん、かき混ぜてない。さらちゃん、お疲れ、お疲れやい。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。リコの背中押してあげたいと。どういうこと。初めまして、絶対初めましてじゃない。昨日もおったし、この時間に配信することが多いやん。もう多いけどさ、いつもいつもこれより30分とか10分ぐらい遅くない。じゃあ YSP は誰。YSP 見たことないから分かんない。俺推しってことだね。ううん、そんなことない。うん、そんなことない。ドゥンって。神宮寺の面白ポイント教えて。面白ポイント、私に聞かないでみんなに聞いてみたら。私の面白いポイント教えてください。ツッコミとかじゃない、ツッコミ。知らんけど。ママだけちゃん、おはぐじ、おはぐじ、ごゆっくりどうぞ。失礼な部屋来たな。そう、知らんけど。失礼な、失礼な。それはどうです、どうですよね。だって言ってほしいんだね。素直にね。全然小映えって読むんだ。小映え、でも確かに聞いた気がする。小映えたくさんいて無理って言ってた。小映え、今日も京都で小映えよ。見てないやん。見てないやん。ですか、僕ブライアンです。ブライアンだし。毎日記憶リセットしてるからさ、そんなことある。じゃあ推しのことも忘れちゃうじゃん、毎日記憶リセットしてたら。人生いろいろね、ほんとに。やばらゴミを許しなさい。確かに。それはさ。でも小映えってことはさ、その前ウジ虫じゃん。え、ウジ虫が大量発生してるってことだよね。やばいよね。って思っちゃった。わかんない、わからんけど。とりあえず今日は休憩ボタン押したから40分までいて。あ、やった、ありがとう。30分間配布をかける配信はアイドルとしてやめさせてあげてほしいのだ。マロタ、確かに。え、でもほのかさんのファンの方がさ、小映えのさ、あの状況のやつ買ってあげるって言ってるらしい。言ってるらしいって聞いた。ジンベイさんとも自然な気持ちで毎日やると笑った。いいよ、うんとか知らずすぎてくさ。本当だよ、本当だよって、私が私が言ったんだけどね。10分も30分も出して変わらん。じゃあこんぐらいの時間にやってます。マシでしょ、わかんないよ。キョンコ、おいおい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。キョンコ、元気？キョンコ。しめつねめたく、お疲れ様です。お疲れ様でした。あのツイートはする割には即配信始まるから、さす
すがって言っちゃった。面白いポイント、途中からふざける。途中からふざける。途中からふざける。確かにふざけちゃうかも。有能はないな。1個コメント配信、嘘飛ばしちゃった。ごめんね。別れの説なしか。いや、わかんない、わかんない。ツッコミどころが漫才のところ、いじりがいがあるところ。らしいよ。リアに痛いとこ疲れる。そういうことじゃん、だって。虫にハエの卵ついてるとか、恥で言われる。ちょっとね、確かに、それはちょっと嫌だかも。いや、あの子、倍想像してるよりかなり、あ、そうなんだ。そうなのね。実際いろいろ男もいる。確かにね、人はいろいろだわって思う。で、今笑かすから、牛乳吹いてプシャッとなったんだけど、どういうこと？私笑かしてないんだけど、一回も。真面目なことしか言ってない。真面目なことしか言ってないって言ってるのをさ、笑いながら言ってるってやばいよね。小林の名前と、やだな、小林の名前と。30分配信でむしろ新記録じゃね？あ、短い、短さのね。それはそうかも。マジでさ、だって初見でも初見でも読んでないんだけどね、確かに。初めて言われたわ。ただその分行動力がある。そういう捕まれる感じだけど、確かにそれはそう。ねえ、私に言わないで。私に言わないで。みんなほのかさんに言って。ツイッターで顔見たもいいじゃん。確かにね。それはそう。今日のアバターは竜。竜と、なんだっけ。あれか、ウーパールーパー知らんけど。食べ残しに入った小林3匹どうしたから始まって、最終的にどうしようの私。捨てな本当に。足軽でみんなの部屋を掃除する。片付ける話、絶対に嫌。いや、そういう歌があるんですよ。知ってるよ。知ってるよ。小林なんて仕事場で毎日見てる、最悪。一押し作らないのか。なら俺も、それはまた別のお話。それはまた別の話。でも確かにさ、なんかグループ内でさ、推し作んないって話だけどさ、なんだろうね。あれなんよ。自分は、同じ立場の人間だから。同じ立場の人間だから、なんか、ダメなのよ、そういうの作っちゃったら。だって、ファンとして見ちゃうじゃん。だから、そういう気持ちになるのもわかるけど、わかるけど、私は作らないようにしてる。このままと飲んじゃうかもと言われて捨てろと連絡したが、リエの言葉しか聞かない。聞かない？私の言葉しか聞かない？マジ？最初なんて呼んでたか記憶ない。リエさんかリエちゃん。ちゃん付けじゃない？わかんない。私も記憶ない。中に人ではないじゃくないぞ。そうかもね。なんだね。落ちてると嫌だ。でも間違って星投げて。それで普段か、そういうこと？わかんないけど。レイは撮影班でみんな片付け。いいね、それ。いいね。それは別ですね。大丈夫です。それは別です。推し大事にしないと、あの二人、って言わない。メンバーは常にオタクのような目でしか見てない人もおるぞ。まあね。そういう人はそういう人でいいと思うんですよ。私は、そういう目で見ないようにしてるってだけだから。私はね。スピーディーワンダーさん2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。リオはとても気さくで。喋りやすいと思ってるじゃん。確かに喋りやすいって言われたことはある。気さくかどうかは分かんないけど、
これからはジンジンさんのことをしっかりメンバーとしてみますね。じゃあ別にさ、いいのよ別に。じゃあ私は中にいる人間だからそういう目で見ないようにしてるだけで、別にいいんだよ、ツイキャスは。メンバーとして見なくてもいいんだよ。ルパでの動きとかステージ MC での立ち振る舞いとか一番動けていると思うもん。すごいわよ、ほんと。急に褒めるじゃん。どうしたの海賊。その字やだ。その字やだ。違う、ファイティーンはありがとうなんだけど、その字は嫌だな。 P さん、初訪問ありがとうございます。よよ、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。なんかさ、あれなの、流行ってるの、バイクにサングラス流行ってるの。今日2人目なんだけど。うん、流行りですか、バイクブンブンって。なんだかんだ答えも返してくれるから。あ、そうね、確かにそれは返すようにしてね。やだ、その字も。どうしたのじゃないよ、心配なんだから。心配しなくて平気だよ、大丈夫。大丈夫だよ。そんなに心配させてるかな、ごめんね。そしたら大丈夫だよ、心配しなくても。あと、それで見つけるの楽な気がしてます。大きいからね。大きいからね。タッパがあるからね。おい、セミタン、おい、戻ってきた？どっかから戻ってきた？もしかして。理由大きいからでしょうね。でしょうね。今日は寒いからじゃがりこの気分やな。じゃがりこの気分、じゃがりこの気分か。確かに。でも豚汁飲みたいかも。寒い時は豚汁が飲みたくなる。ラプタさん、お兄ちゃんだね。わがじこんばんは、珍しくラジオだね。そう、今日はラジオです。ラジオです。バイク乗ってる、乗んなかったから馬にした。笑った。馬もかっこいい。おじさん、こんばんは、結婚しよう。かわいい結婚しよう。じゃあまた、ごゆっくりどうぞ。心配なくても、言われてもしちゃう。確かにね、そうだよね。だから笑ってる例が一番綺麗なんだ、なんだか。草、私が自分のこと花火になればいいとか言って、その花火を使われた。お兄ちゃんだよ、お兄ちゃん、お兄ちゃん。誰が思ってるよりもいろんな表情見れて配信も楽しい。よかったわ、よかったわ。おい、そこで豚汁かい。いや、豚汁の方が美味しいもんだって。いいこと言ってるのに、あくびと豚汁って。あくび出ちゃった、ごめんね。例の白馬の王子にはなれないな、黒い馬しかなかった。白い白馬の王子にはならなくていいよ、黒い馬にもならなくていい。普通にしてて。普通にしてて。ごゆっくりどうぞ、ごゆっくりどうぞ。早いな、30分配信やっぱ短いな。草じゃねえよって。ごめんって、ごめんね、ありがとう。かわいすぎる、笑った。ごじたので今のしま。草、豚汁はドラッグストアで買って持ってく。ありがとう。ありがとう。シキシキビーム打つぞ。怖い怖い。怖いです。とか聞きたいんだけど、予約の時、ヨシより多いか、ヨシ行くぞ。って言いやろ。ヨシ行くぞの方がいいかも。
いやさすがにさ、ヨシさんだとさ、名前がバレすぎてるからさ、ヨシ行くぞの方がおもろくない？食べにでも探さないでください。じゃあ私も探さないでください。探さないで。あえて45分までとかどうですか？そしたらもう1時までやっちゃうよ、そんなことしたら。ジョリの差し入れが大量に届くんですね。届かないよ。別に。届かない。あと4分しか、4分しかないの耐えられない。確かに、私ももう少しおしゃべりしてた。コメント感じるで優勝ですね。美味しいよね、わかる。え、お米の上にさ、牛丼のお肉とか乗ってたら最強だよね。あと大量のリーゼント、大量のリーゼントはいらない、大量のリーゼントはいらない、ごめん、いらないわ。よし行くぞ、よし行くぞーってね。分かった、俺も隠したいけどリちゃんもその方がいい。まあ確かにね、その方が嬉しいかも。ちなみに新潟には豚骨ラーメン、豚骨ラーメンじゃない豚汁ラーメンっていうのがあり、俺は割と気になってる。へえ、そうなんだ。豚汁ラーメン美味しそう。え、本当に豚汁なのかな、豚汁にラーメンなのかな。1時までお願いします。1時まではでもやらない。え、ちなみにさ、バー出た？バー出た？出た記憶ないんだけど。私が寝てる間になんか起きる？ねりりちゃんも分かってるな、了解。ありがとう。何があったか分からんから、いろんな動画でも見て癒されて。寝なさい、寝なさいだって。寝なさいって言われちゃった。出てほしいけど、チームまでお願いします。じゃあ、50分までにする？もう告知。今日諦めていい？告知。告知やめてもいい？今日。犬派か猫派かは知らんが、犬派。実は犬派。ストームさん、こんばんざい。こんばんざい。ごゆっくりどうぞ。告示10分ぐらいあるじゃん。10分もないよ、10分もないよ。ひどいな、そんなに喋ってないって告知で。よちさん、こんばんざい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。告知お休みでもいいさ。いいよね、一日ツイッター見てくださいって感じ。ツイッター見て、明日トークポートあるよっていうぐらい。6日と7日にライブがあります。大観山スペースオットと、と渋谷の近未来会館に ライブがあるよ、遊びに来てね。あ、そうそう、24日には自社のイベント家族フェスあります、見に来てねーって。イチャイチャできますって言い方よくないね。そう、トークポットあるよ、フォローついでにツイートで情報見ろよーって。そうそうだね、そうですね、プロフィールのところからツイッター飛べるから見てねーって感じ。え、マジで土曜日のね、ご予約さん寂しすぎて死んでる死んでる、マジで。日曜日もやばいけど土曜日もやばい笑い事じゃないけど、
ブレットトレイン、ブレットトレインじゃないのよ。で、予約、予約特典がある。あ、そう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 、予約特典あるけど、バナジャパンとは多分違う予約特典にする予定なので、ちょっと待っとってねって感じ。チェチェした人は A カウント1とみなせる。笑った。あの、数字じゃないですか。防災の日だ。僕の手ペナルティたくさん溜まってます。おめでとうございます。やめてください。おめでとうございますね。ってことは、あれはブラミチ、絶対に違う。ちっちゃい日まだ出てないべ。出てないけど、もう少しで多分ね、大抵言えそう。ありがとう、マキ。この度、リエと結婚します。やめてください。やめてください。そんな言わないで、絶対勘違いする人出てくるから。えなさん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。神宮寺です。お願いします。ツイッターのフォローもですが、ルームのフォローも、あ、そう、ツイッターのフォロー、フォロー料料なんて、フォローとルームのフォローもお願いします。 Facebook と Instagram やってません。そう、やってない。あ、キミレンの、そう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 、キミレンのやつ。え、違う違う違う、このイベント、この違う。こんばんは、先日フライありがとうございます。いえ、こちらこそ受け取ってくれてありがとうございます。キリンさんや、かわいいアバター、ありがとうございます。よかったらゆっくりしてってください。自己も悪くないですよ。うん、だ、結婚する気ないって。結婚するの、結婚しないよ。だ、する気ないって。する気ないって。ごゆっくりどうぞ、ごゆっくりどうぞ。そう、アトマークリアイアンダーバー JB じゃない、 BJ です。いつも JB って言っちゃうけど、最近 BJ って言ってる、ちゃんとね。43分、まあでも、もう少しだけやろうかな。笑われた、笑われた。いつも BJ って言っちゃうけど、 JR と覚えてない。確かに、確かに東日本なのか西日本なのか分かんないけど、 JR です、お願いします。っていう感じ。ごゆっくり。中日中日失礼、何分かんない、や、拾えなかった、ごめん。無理しなくてもいいけど、やってくれるならし、あ、そうだよね。大丈夫、うん、大丈夫だよ。大丈夫だよ。神宮寺リアでやるで、そう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 、あれあれで書くと、ローマ字で書くと JR なんです。ごゆっくり、盲腸、やだやだ、盲腸は痛いよ、盲腸は痛いでございますよ。 JR 妖怪、 JR 妖怪、ヤッホー、妖怪じゃないけど。マグロ言ったしね、妹よ、好きだぞ。急にどうした、いや本当にどうした。え、やだ、妖怪体操、やだやだ、無理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 、その面嫌いなのやめて。さっきのね、大丈夫だよ。え、本当に平気だよ、大丈夫、寝たら治るから。治る、治るってなんだろう、寝たらちょっと復活するから大丈夫。やめかと、やらやもらね、本当にありがとうございます。皆さんありがとう。 JTB 旅行会社ちゃうわ、
予約してありがとう。待ってるね、そしたら。誰か必ず報われるとはよく言ったものだ。いや、本当に。でもさ、報われる努力もさ、じゃあ報われない努力はさ、努力って言わないのかねって思っちゃう。ちょっとだけね。なんか急に言いたくない。笑った。ありがとうね。とりあえず釜玉うどんくださいって言っても元気出るかもしれない。ここで言っても出てこないもん、釜玉うどん。釜玉うどんくださいって。釜玉うどんくださいって。食べたまた入ってるから何もかもです。ネガティブに。ネガティブじゃないよ。たまたまスシローチョコミントって呪文を復唱しなさい。かまたますしろチョコミント。かまたますしろチョコミント。かまたますしろチョコミント。全然何も起きないけど。ほんじゃ営業しながら聞きせないね。まあ、後でね。いつも笑われる悲しいぜよ。ごめんって。ちぎやさんの推しのレベルが上がりました。推しのレベルじゃない、ファンレベルが上がりました。おでべと。沖縄のフラペチーノの浴場がとんでもないって話してる。え、てかさ、あれ飲みたいんだよね。石川県のほうじ茶のフラペチーノ。フラペチーノ飲みたいんだよね。で、スタバとかさ、ちょっとない、飲んでない最近。ちょっと最近手が届かない。ない、なんかさ、行ってもさ、なんか、見てるだけでさ、高いからいいやって思っちゃう。高いからさ、手が届かなくなっている最近。可愛くないもん。やったーじゃないの、なんでよ。付き合ってください。お断りします。 おはよう。フラペチーノって10回言って。ゆっくり。フラペチーノ、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 フラペチーノ。10回言って意味あった？10回だって。10回言って意味あった？すごく意味わかんない。 次この配信来ると最近釜玉うどん食べたくなるのでダイエットしまい。 食べたくなるだけで食べてないでしょ。 釜玉うどんは漏れなくあご汁がついてきます。ついてきません。ついてこないよ。ホットチョコミント、絶対美味しくないそれ。やだよ。 つけてください。お断りします。 お断りします。スタバの値段を見てラーメン屋に方向転換したことある。 確かにスタバね、ちょっとしか入っとらんのにさ、ラーメン屋と同じだったらさ、確かにラーメン屋行くよね。だってお腹満杯になるじゃんね。宮の近くに丸亀製麺が。ああ、そうなんや。丸亀製麺ね、美味しいよね。実質スタバ甘い系のカロリーはラーメン一杯分に相当するカロリーですからね。確かに。それで考えたら一緒なのかな。わかんないけど。やりで付き合って嫌です。話があるが、昨日の画像で何変わった？何か分かった？昨日の画像？昨日の画像ってなんだ？待って、マジで記憶ない。 記憶がなさすぎて。マジで。今日さ、ツイッターもあんま見とらんかったしさ。何にもって、何にもではないけど。
やばい。ごめん、何も覚えてないや。何か分かった。ごめん、何も分かってないわ。そしたら。珍しく言ってみたけど、こと 全員断るから大丈夫。で、好き、大好き、ありがとう。ありがとう。では本日の。で、かわいいより。ありがとうね。ところでもう50分になりました。50分になっちゃったね。早いね。早いね。食べ物の話してるときの理由がある意味生き生きし。本当って食べるの好きだもん。食べるの好きだもん。たまに SNS お休みする日も大事よ。今の心境につながるか分からんけど。別になんか、なんだろうね。まあいろいろあったよねって感じ。でも別にそのなんだろう。病んでるとかそういうわけじゃない。から安心してほしい、そこだけは。なんだろう、別になんていうの、普通です。なんかそんな、なんだろうな、なんかみんなが心配するような感じのことじゃないからって感じ。リップどこって、あー思い出した、ドラえもんのやつね。何も分かんなかった。いや、ドラえもんもさ、その犬と私の字の約束もさ、分かんなかった。何も思い出せなかった。多分私見た記憶ないんだと思う。トイガレはスシロー。てか、寿司の話した時、あ、そうね。確かに、お寿司の話しとったわ。シャリロボット、リア元気出す。笑った。今食べるの好きなの。私も好き、食べるの。ちっちゃい頃からずっとパパにさ、パパって言っちゃいけないけど、なんで パパにさ、パパとか普段、あ、違うわ、配信では父親とか言うけどさ まあいいや、パパとかにさ、ちっちゃい頃ね、よく晩酌してるパパのとこに行って、パパ一口ってよく言ってた。それぐらい食べるの好き。でさ、パパも甘々だからさ、はいおいでって、はいおいでって、はい口開けてって。 マジあれだよ、ひよこと親鳥のご飯の与えるやつみたいな感じなんだよね。アシスト無理です。 本当に大丈夫だから大丈夫だよ。シャリロボ シャリロボ多いって言わない。今の読みでのとこで元気です。大丈夫、送らなくても元気だから。なんか目うるうるしてきて。なんで？なんで？おい、センス。センス忘れてるぞ 最悪。忘れてないもん。パパママなんて大人になっても呼んでくれる娘可愛くてしゃべる。パパポジやりたい。パパポジやんなくていいよ、大丈夫。やんなくていいよ。いや、そう、普段はね、パパとママって呼んでるからね。パパーって、パパーって、パパーって。おい、パパーって。でも最近話を聞いてくれません。最近話を聞いてくれません、父は。いつも YouTube とにらめっこして、私に興味がないのかもしれません。パパを それママが言ってる、朝パパに向かって。森永フラスのリージェントに歯が生え揃うとお父さんができます。うん、やだ。 大丈夫、パパは一人でいい。ね、嫌いじゃないよ。誰か分かってないけど。リプに食べ物。え、やだ。ただの飯テロだからやめて。
お父さんね、その字でやめて。YouTube で何見てるの？そうだね。そういうものを見てたりもする。言ったし。おはぐじ、おはぐじ。ごゆっくりどうぞ。もう終わっちゃうけど。還暦近いのに YouTube 見てるの若い？いや、この前、この1、2年で知ったんだけどね。YouTube は。この1、2年で知りました、父。それまで Wi-Fi という環境がなかったので Wi-Fi という環境がなかったので、動画を見ることがね、できなかったんですけど、知りました、最近。パパ YouTube デビューしない。パパ YouTube デビューしないです。例のパパチャンネル、絶対におもろくないからやめた方がいい。するんだったらママがいいと思う。れいちゃん見に来ようと思ったらはしごして、こんな時間。おお もう終わるぽよ。本当は40分までだけど、なんか20分ぐらい。20分ぐらい。なんか延長しちゃってる。食べ物欲しがる理由をお届け。やだ。やだ。いらない。オールデンダマイトの MV はよく見てます。私もたまに見るかも。もう家族で YouTuber になるよ。ならないよ。だって面白くないもん。お母さんの料理配信とか見てみたいよね。やめた方がいいよ。画面から伝わらないかもしれないけど、家の中ではいろんな匂いがするよ。このシーン見てると何か泣きそう。泣かないで。私この写真好きなんですよね。好き？この写真。リュウと結婚する？私はしない。ママさんガンダムツイッター始めると意外と面白いかもよ。いやー。日本語打てないからダメなんよ。日本語打てないから。マジで勝手に同じ心境を想像して泣けてくるので犬みです。おやすみなさい。YouTuber から5000万盛り下がす。ね、もらうとかなくない？いや、その前に撮ってのお休み動画をね。飽きない？毎日見とって。わかんない。毎日見てるかわからんけど、毎日見とって飽きん？私だったら飽きるな。絶対無理。絶対に無理。ということで終わりにしようかな。おしゃべりに付き合ってくれてありがとうございました。なんだっけ、ライブの詳細等はツイッターにあるので見てください。そしてルームのフォローもよろしくお願いしますって感じかな。飽きないお星さん、ありがとう。おやすみなさい。おやすみ。今後も頑張って、おじさんも明日の頑張ります。頑張れ。ありがとう。お疲れ、お疲れやい。親宮司、親宮司、すや、すや。毎日来てるこっちは飽きないぞ。よかった。お疲れ様でした。すみません。おやすみなさい。ではでは、お茶にでした。お茶にでした。あ、今日5時やで、塩ラーメン。あ、私知ってる。写真見た。お疲れ、お疲れやい。ありがとう。じゃあ、伝えたこと言いそうです。おやすみ、おやすみ。おちちく、おちちくは。ほなね、ほなね、バイバイ。ということで、以上、バンザージャパンの候補生ユニット、足軽ジャパンの神奈川県伝道市民のライジングジェリアイでした。またねー、おやすみなさーい。